危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。一番乗り場に普通京都行きが参ります。危ないですからご注意ください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。この後ボーナストラックもあります。お楽しみに。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は緊急公開、昨日公開した 103K の動画で登場した 103KNS401 編成が実は公開日に廃車改装されていたということが分かったので緊急で動画を作りました。はい、これ本当にちょっとびっくりしたんですけれども、昨日ですね、公開いたしました、JR 富士の森駅から京都駅までの、動画ですね、103系に乗ったっていう動画で、今回はモーター車
のところで乗ったので、でしかもあのモーターの点検部だというかね、その上のところに乗ったから、車窓を取らずにそこを狙って撮ったりとかね、してたんですけれども、それ昨日公開したんですけれども、それで公開した後にちょっと調べてたり、あとコメント欄でいただいたりしたあの内容とかを見てたら、あのどうやらこの車両が昨日会社改装されてたということが、本当にもうこれ偶然なんですけど分かったんで、どうしようかなと思ったんですけれど、まあちょっと2日連続になりますし、素材的にもね同じような、というかまあ同じ素材をほぼほぼ使ってるんで、あの使い回し的になっちゃうので、どうしようかなと思ったんですけれど、実はねあの使わなかったやつとか、特に静止画のところで使わなかった写真とかもあったんで、迷ったんですけど、で昨日公開した動画があのモーター車というかね、モーター音を中心にというかね、それで公開しちゃったんで、まあちょっと音鉄さん向けではあるけど一般向けではないような気もするので、今回ちょっとね、まあ、103K 自体一般向け、ちょっと難しいとこなんですけど、鉄道趣味のジャンルとしてもね、まあ、限られてるジャンルの方向けかな、モーター音とか書いてあったので、なんで今回は、103系の列車を、車両をね、ちょっとフィーチャーして、まあ言っても、もともとこの動画が、モーター音向けで撮影したので、まあ、ある素材から作らないといけないので、ちょっと無理があるっていうところもあったんですけど、それでもちょっとね、到着発車とかその辺をフューチャーしたやつをね作りました。はい。で私乗ってる時には気づかなかったんですけれども、最初にねモーター車の方、中間車ですね、こちらに乗ってて、で降りる時に東福寺の駅から京都の駅にの間で、実はこれは動画に入ってないですけれども、隣の車両に移ったんです。で、そっちが、クハ車ですね。一番最後尾の車両に乗ったんですけど、その車両が、どうも、すごいなんか、珍しい車両だったみたいで、ドアがね、化粧板が貼ってあるってやつで、なんか国鉄時代にリニューアルされた車両だったのかな。で、すごい珍しい車両だったみたいで、でそれ知らずに、最後尾の車両っていうことで写真撮ってたら、それがすごい珍しかったんです。で知らずにだから乗ってたんですけれど、うん、それたまたまなんで後ろにいたかって、降りてから、すぐにね、最後尾の写真撮りたかった。まあ動画で写真撮らずに動画だったんですけど、最後尾の映像を撮りたかったから、車両のね、だから後ろに行った方が、撮りやすいからということで一番後ろに行ったんですけれど、それがなんかたまたますごい珍しい車両だったっていうのでね、それも本当それもびっくりですよね。はい。なんかすごい偶然が重なってて、でね、もっと言うとこの車両別に狙ったわけでもないし、実はこの日にこれ京都駅から JR 富士の森駅まで行って、でそこで折り返して、で京都駅に戻ってるんですけれども、で、それ、まあ、最初に京都駅に行った時に、まあ、奈良線の映像を撮ろうかな、103K が止まってたら、まあ、乗ろうかなと思って、乗り放題の切符だったんでね。で、行ったらちょうど 103K が止まってたんで、あ、じゃあ乗ろうと思って乗ったんです。で、その時に帰りの時間があって、帰り、最終列車で、帰る予定だったんで、その列車に乗らないと間に合わないっていう列車があったんで、その時間までに京都駅に戻ってくれるっていうのが、JR 富士の森の駅で折り返したら余裕を持って行けるっていうことが分かったんで、で、最初に乗った103系を JR 富士の森の駅で降りたんです。でちょっとね、その時にね、もうちょっと先の駅まで行って折り返しても行けるかなと思ったんですけれども、ギリギリすぎるしなと思って、やめて JR 富士の森の駅で降りたんです。だからそこも本当に偶然だったんです。で、その帰りに何が来るかっていうのを分からずに、降りて221
221系が来るかもしれないし205系が来るかもしれないしっていうので全然分からずに JR 富士の森の駅に降りてすぐ折り返しの列車だったんでちょうど次の桃山の駅で行き違う列車だったんでで入線を撮影してたら見ていただいた通り103系だったというわけだったんですね。はい、まあ205系でもね面白いかなとは思ってたんですけどやっぱり良かったですね103系で。うん、まあ、205系はまだこれからね走るとは思うので、はい、というわけで、今回は、昨日公開した103系の動画が、公開日に廃車改装されたということが分かったので緊急的に動画を作成しました。はい、それでは上の方に昨日公開した、同じ車両の同じ列車の同じ時に撮影したものの、モーター音中心で編集したものを上げときますのでよかったらそちらの方もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。